こんにちは、サラです。今回はですね、なんと今年で開催9年目、かっこ18回目を迎えるコスメの祭典、ロフトコスメフェスティバル2022オートムウィンターファーストが開催されているんですけども、はい、ちょっとこのご覧の通り服もね、ロフトカラーにしてみました。で、全国のロフトとロフトネットストアで2022年秋冬の新作コスメが大集合してますので、その中でも気になったブランドをレビューしていきたいと思います。はい、早速まずこちら、エトボスのミネラルインナートリートメントベース新色ラベンダーベージュです。乾燥小じわも目立たないみずみずしいツヤのある肌へ、インナートリートメント効果により人型セラミドをはじめとする潤い成分が角層の隅々まで浸透、ハイドロフォーメーション処方によって隙間なくコーティングされているので潤いを閉じ込めて逃がしません。しっとりみずみずしいツヤ感が芽生え、しなやかなハリ感のある肌に、乾燥小じわも目立たなくなります。で、なじませると透け感とツヤ感が出るテクスチャーです。使い心地はめちゃくちゃしっとりで、香りもハーブ系の自然ないい匂いです。で、張りツヤだけじゃなくて沈んだ印象の原因にもなる大人のくすみにも着目してるそうです。こういうね、目の下にもしっかり塗っていきます。今こっち半分だけ塗ってみました。ラベンダーベージュだから白浮きせずに自然な透明感が演出できます。あと梅果実エキスとか雪の下エキスとか植物由来の美容成分がたっぷり配合されてます。すんごいツヤで、あとね、繊細な色とパールの組み合わせによって大人の肌にすっと馴染み、まるで素肌そのものがツヤめいてるかのような仕上がりにって書いてあります。でもなんか全然そのパールが入ってるようなギラギラ感もないんだけど、ほんと自ら発光してるみたいな感じに仕上がりました。で、 SPF31PA3+ で、この光の反射があるのでシミとかくすみが目立ちにくくなってます。で、クレンジング不要で石鹸で優しくオフ、敏感に傾きやすい肌の負担を軽減し潤いを守ります。はい、そして次こちらです。 &B のパレットアイブロウ新色ピンクブラウンです。じゃーん、めちゃめちゃ可愛い、ね、大人のカラー眉メイクを叶えるアイブロウパウダーです、ね、眉の下地になるワックスとメインカラーのブラウン系パウダーとニュアンスカラーのこれはピンクの3色が入ったアイブロウパレットです。で、ワックスを下地に仕込むことで落ちにくく立体感のあるナチュラルグラデ眉を作れます。自然で立体的な眉メイクをしたい方、トレンドのカラー眉メイクにチャレンジしたい方、まだら眉で眉毛がない部分が気になる方、髪色と眉色の差が大きい方、目元の肌が敏感な方、幅広い方におすすめです。はい、左がピンク、真ん中がレッド、右がオレンジ、縦にした方が見やすいかも。ピンク、レッド、オレンジ。腕に塗るとこんな感じです。オレンジ、レッド、ピンク。で、今回は両方の眉毛ともこちらのピンクブラウンを使っていきます。粉質がね、ふんわりしてるのですごく描きやすい。はい、そして次こちらです。グリッターアイシャドウのスパークリングシルバーとシャンパンゴールドです。ロフトと&B 自社 EC サイトで数量限定発売のグリッターアイシャドウです。こっちがスパークリングシルバーで、こっちがシャンパンゴールド。しっとりした質感でまぶたにフィットし、
明るく華やかな印象の目元に仕上がります。石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、タール系色素、香料、合成酸化防止剤不使用。左がシルバーで右がゴールド、なんかねアクセサリーみたいな感覚で使えます。こちらシルバーの方が肌を綺麗に見せてくれて、モードにもゴージャスにも使えます。でシャンパンゴールドが肌なじみが抜群で、まぶたのくすみを払って華やかな印象にしてくれます。でちなみにこちらの4色が&Bのクリームアイシャドウですね。左からマスタード、ブロンズオレンジ、ピンクゴールド、シャンパンゴールド。はい、こっちのまぶたにゴールド。で、こっちにシルバー。これラメだけがピタッと密着するので、ベースカラーの邪魔をせずにキラキラ輝きます。はい、次こちらです。シピシピのグリッターイルミネーションライナー R101番、マリーゴールド、ふくれなちゃんプロデュースのブランドで、あの人気カラーが数量限定で再販します。温かみのあるオレンジ基調のレインボーグリッターとゴールドグリッターを配合、肌なじみの良いピンクゴールドをベースとした3種のパール配合で、ベース保湿力が 121%、 保湿成分を3種追加、バランスよく組み合わせることで存在感のあるラメやグリッターをよれさせずに保湿力がアップしたそうです。でこだわりの高密着ベースは植物性の被膜剤を配合で、お肌に優しくぴったり密着で、こちらの描きやすさ抜群の極細筆はすごくね柔らかくて 0.07 ミリの極細毛を採用してるそうです。なのでピンポイントでラメをのせることができます。美容液成分11種類配合で、目元のケアにも実際にのせていきます。これ、ね、毛が柔らかくてチクチクせずめちゃくちゃ塗りやすい。はい、かわいいです。オレンジ系のカラーなので、これからの季節にぴったりですね。はい、一気に目元が華やかになりました。はい、そして次こちらです。パーフェクトエクステンションマスカラ4カールの新色マロングレージュと、エアクリームペンシルの新色ソイラテブラウンです。こちらロフトネットストア先行で9月下旬発売。この色ねめちゃくちゃ好き。誰もがナチュラルに漏れて目元の透明感が引き立つカラーレスな新色、ブラックより軽く、ブラウンよりシャレる大人カラー。あー、いい色。黄みすぎず赤すぎずでもグレーすぎない絶妙なカラー。こちらがソイラテブラウン。あー、これもいい色ですね。で塗った瞬間、洗練された大人の透明感を演出できます。まつげの存在感を柔らかく高める絶妙な発色。それでは塗っていきます。これねブラシが本当に塗りやすいんだよね。はい、こんな感じです。かわいい。確かに目元の透明感がアップしますね。長さはしっかり出してくれるんだけど、まつげの印象は消さずに透明感もアップして長さもアップみたいな。さすが D アップ。でちなみにマスカラの今までのカラバリはこんな感じです。ブラック、チェリーブラウン、キャラメルブラウン、ルビーブラウンで、今回の新色マロングレージュ。はい、そしてエアクリームペンシルソイラテブラウンを使っていきます。でこれさっき塗ったやつなんですけど、こすっても全然よれない。めちゃくちゃ滑らかな描き心地で、軽やかなのに深みのある色で瞳を強調してくれます。うわー、いい。これねマスカラとセットで使うとよりいいですね。両方とも普段使いにもぴったり。はい、そして次こちらです。
ブレンドベリーのフラッフィーロング&カールマスカラ、鹿の間さんコラボの注目アイテムでございます。左から001ブラックカラント、002グースベリー、003コケモモで、こちらがダズリングジェムマスカラ101シャーベットシルバー。腕に塗るとこんな感じです。カールまつげが長時間続くのにお湯で簡単にオフできます。3種のエクステファイバー配合で地まつげのような自然なロングに透明感のある自然な発色、スリムセパレートブラシでダマになりにくい。そしたらこのカラーマスカラとラメが気になる方多いと思いますので、片目ずつ塗って最後にトッピングしていきます。まずグースベリー、このブラシがしっかりまつげを溶かしてくれるので綺麗なセパレートまつげに仕上がります。はい、ナチュラル色素薄い系まつげになりました。3番のコケモモ、腕に塗った時は結構濃いめのピンクだったんですけど、まつげに塗るとちょっとモーブピンクみたいな大人ピンクに仕上がります。かわいい。はい、そしてダズリングジェムマスカラ、この先端がチップになっててめちゃくちゃ塗りやすい。ピンポイントでのせたいだけのせられます。かわいい。まつげに雪積もってるみたい。はい、そして次こちらグローエフェクトパンプアップリップです。8月下旬から9月上旬新色発売。こちら左が透明、真ん中がパンピンクアップで、一番右がチェリーアップ。新世代のハリリップ、鼻すげ根エキスとスピキュール成分を配合し、低刺激かつ辛み成分不使用ながら塗るだけでボリュームアップと華やかな表情が叶います。これが透明で、これがパンピンクアップで、これがチェリーアップ。チェリーアップが新色で、チェリーのような色づけで塗った瞬間顔色がパッと明るい印象に。唇のボリュームもツヤも可愛い色づきもこれ1本で叶うティントタイプのリッププランパーです。ちょっとこれティッシュオフしていきます。はい、こんな感じ。このチェリーアップがね、一番色残りがいいかな。で、透明はですね、実はずっと動画の最初の方から塗ってたんですけど、いつでも使いやすくて全然痛くないのに唇がプリッとする感じ。そしたらパンピンクアップ塗っていきます。かわいい。ちょっとオレンジ系のカラーなのでイエベの方も使いやすい。で、塗るとね、ちょっとじんわりあったかくなる感じがします。でも全然痛くはない。で、最後新色、かわいい。一番塗り心地がサラッとしてます。でもしっとり。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ロフトコスメフェスティバル2022オータムウィンターファーストは2022年10月14日まで開催しております。ロフトの限定商品や先行発売商品など注目の商品も登場しているので、ぜひこの機会に話題のコスメを試してみてください。で、この春からインスタグラムにコスメ専用公式アカウントが開設されましたので、旬なコスメ情報をゲットしたい方はぜひ概要欄からチェックお願いいたします。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。